ダルゴナコーヒーとは、インスタントコーヒー、砂糖、お湯を等比率で泡立てて、ホイップ状にしてから、冷たい牛乳、または温かい牛乳の上に乗せて作られる飲料。オリジナルは、インド、パキスタン、マカオのウィップトコーヒー、ベアテンコーヒーであり、コーヒーパウダー、ココア、砕いた、ビスケット、または蜂蜜をトッピングすることもある。 2020年の新型コロナウイルス流行による外出自粛の時期に家に閉じこもった人々が電気ミキサーを使用せずに家庭でコーヒーを泡立てて作る動画がソーシャルメディアで流行した。名前は韓国版のカルメ焼きといえる砂糖菓子のダルゴナにアジア外観が似ていることに由来するが実際はほとんどのダルゴナコーヒーにはダルゴナが含まれていない。 もともと海外で販売されており、流行前は、フラシーコーヒーと呼ばれていた。コロナ禍の中、韓国国内でソーシャルディスタンスを取るため、家にこもることが多くなったことから SNS 上でアレンジコーヒーのレシピや写真をあげるのが流行となった、経緯から、検疫ドリンク、または、検疫コーヒーとも呼ばれる。ダルゴナコーヒーという名称は、韓国の俳優である、チョンイルによるもので、 韓国のテレビ番組、スターズ、トップレシピアットファンストレントに出演した際に、マカオの飲食店でこのコーヒーを注文し、その味を韓国のお菓子であるダルゴナの味に例えたことに、由来する。ハッシュタグダルゴナコフィーチャルランジをつけて、自家製のダルゴナコーヒーを作る動画を上げることが、韓国の YouTube で広がり始め、TikTok で口コミが広まった。 この飲料はもともと自家製コーヒーのベアテン、コーヒーとして普及したが、今では韓国の多くのコーヒーショップで提供されるメニューになりつつある。このドリンクはフェンティフイコーヒー、フィッティフイコーヒー、またはベアテンコーヒーとして知られているインドの飲料によく似ているとも言われている。唯一の違いはフェンティフイコーヒーを作る場合は、泡立てたコーヒーをミルクの上に乗せるのではなく、 泡立てたコーヒーの上にミルクを注ぐ。ほとんどのダルゴナコーヒーには、実際にはダルゴナが含まれていないが、韓国の人気のカフェでは、ダルゴナとミルクティー、またはコーヒーを組み合わせて販売しているところもある。ダルゴナコーヒーはひいたコーヒー豆で作ることはできず、インスタントコーヒーで作れば濃厚で、包状になる。これは、コーヒーの下流の乾燥過程が大きく関係している。 ありがとうございます。